どうもシャーペンです。今回は、スキルの効果も切れたんで、こちらのスキルなしミッションやっていこうかなと思います。でしかもそのリムルも強すぎたんで、もうリムルも禁止しようってこういうリムルスキルなし攻略をやっていこうかなと思います。でここですね、ちょっと源泉が甘っちょろいんですけど生かしてください。もうこれは使うけどね。はい、ラムアルファそのままで、本当はカーンは使いたかったんですけど、コネクト条件がちょっと貫通キャラクター編成するかラック100以上かなんでちょいムズっていう。だからだったらじゃあいっかってことで、ケルケゴールとイズモですね。いや、ケルケはマジでハマったら強そう。あとこれ火力感どんなもん？こっちもいいか。はい。お、ナイス。あ、別にいけそうだな。ちゃんと弱殴ったらやってすれ、そうっすね。多分バフありだったらそんな弱点関係なくっていうか。これどうしよっかな。あ、でもここ連撃キーだ、すごいいいじゃん。いっか。ただ短縮もしたいんですよね。足りねえ。さすがにちょっとむずいかもしんないな。じゃあこっちは短縮しよう。超短縮なんで、正直ちょっとケルケゴールのデメリットはパワー型なんでこのクエストの仕様と噛み合ってないんですけども、ただ逆にそれ以外は利点というか、 SS も幻想機使わなんで SS が回り出したら多分こっちのもんだと思うんですよね。それまでの辛抱、多分道中さえなんとかなったらいけるはず。ケルケ使わせてくれ。ここ貫通強そうなんだよな。あ、つけすぎ。初手だから。ここ貫通強そうだから、ちょっと出雲のね、貫通変化もいいなと思ったんですよね。出雲はちょっとこの優等生感というか。オッケー、さらに加速。あー、おいしい。おいしすぎ。届かんか。ちょっと加速過剰っていう可能性もありますけど、いや、ちょっと僕はちょっと加速信者なんでね、入れたい一枠。あ、気がつけばよかったな。でも厳選してないから、じゃあこれがちょっとケルケゴールのね、ケルケゴールじゃなかったらもうちょっと行ってましたね。今まだこれ我慢期間なんで、これどうしよう。お、状態上底力が。あ、でもせめてこれパネルだけは倒した方がいいか。怖いぞこれ。いいんじゃない？ナイス。いや、十分十分、全然いける。そして SS 溜まりました。これ打っちゃおう。いや、どっちの方がいいかな。この釣りの面めちゃくちゃ動きやすいんですよね。いっそのこと2段階まで溜めて、いや、打つか。なんかポンポン回した方がいい気がする。この面は楽しい。しかもこれめっちゃ連撃刺さるじゃん。加速して、ワンチャンラム拾って、ああ、確かにそれつけすぎ。打っちゃおう。こっからケルケゴール本領発揮ですね。これでね、多分だいぶ動きやすくなるはず。オッケーオッケー。ああ、それはよかった。それはしなくていいんですよ。ちょっとね、火ダメ怖えな。あ、ここワープある？あるな。めちゃくちゃちゃんとワープ乗っかってた。あ、だけどランダムワープか。どっちがいいかな、キラと。キラ、原則対非対応ですけど、超スピなんで、一回壁で加速できるんですよね。で、しかも画面全体割合だから、もしかしたらキラの方がいいかもしれないですね。僕はちょっとひいきで使ってますけど。ヒナの方が加速枠としては働きやすいかもしれない。いやー、ちょっと。ちょっとお前本領見せてくれ。いけ！あー。カマが。いや、でも外でこれですよ。
全然今殴れてないですからね。パワー型でね、そんな動けたら、あ、ちょっと怖い。回復、あ、なかったっけ、いつもって。なんかめっちゃ回復アビ持ってそうな印象だったんだけど。いや、まあ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 。次で決めろ。綺麗に入れないな。いや、これ回復性の一人入れた方がいいんかな。いけ。いや、入れねえ。いけ、おっしゃ。からの。あー、そこビット当たっちゃうのか。でも、でも動く。これぞ。さあ、ボス戦から火力は足りるのか。しかもこれ原則消えちゃったか。もうちょい道中から味方当たっていって2段階止めた方がいいかもしれないですね。これキレちゃんの人もったいない。おー、偉い。味方触れまして、ここもでも上振れ狙うか。ぐる回りして、これビッちょっと隠してほしかったな、ブロックの中に。そうしたら暴れちゃうから、警戒ボール飛んで連撃消えちゃうんですよね。おし、殴れ殴れ、あー邪魔。連撃が、いやーでも十分、めっちゃ動く動け動け、走り回れ、いけ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 。いや強え、これが通常キャラクター、完璧すぎるな。これちょっとグダって SS 溜めてって言ってたら抜けそうだけど、走るな。いやこれキルケで十分説はマジである、まあ、しかも言っても1年前のキャラクターだから、もう1年前だっけな、もうちょい前かもしんないけど、結構所持率も悪くなさそうだし、十分ですね。リムルじゃなくても全然強い。こうなったら。バカー。攻めすぎ。いや、逆に、貯める貯める。いやー、こっちだとワープ期待はきついな、これ。2フレしないと倒せないんですよね。これ今、なんとか運で倒してるからいいけど。運が悪いと、パネル起動できないから、やっぱりまあキラーの方がいいかもしれないですね。まあ僕はラムアルファ使いますけど。誰が何と言おうと。さあ一旦ここは大丈夫、まだ負けることはない。いや、そこ。そこに何があるんですか。おう、でもね、 SS が溜まってるんですよ、走行してるうちに。ここいつも抜けたいな。いていていて。いや。ナイス。オッケー、いける。ああ、お前足りないか。アップね。怖い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 。油断も隙間ない。結構食らってるな、ヒラメ。ナイス。怖いわ。あー、取って。ナイス。止まらんって、これも。さあ、どうしよっかな。ここちょっと、出雲の SS で倒しておきたい気するんですよね。うん。いや、ブロックがちょっとあれか。一旦ラマアルファスタート。ワンチャンケルケやってくれる可能性はある。さっきの一面のラスギの内容忘んじった。どんな構造だっけ。それによっちゃ打ちたいんだけどな。
まあ、ちょっと検索禁止なんで。消えるか、打つか。これ行儀いいショットの方がいいかな。行儀よくショットにするか、45度か。ちょっと行儀いい方でいこう。まあ、これである程度削ってくれたら出雲打つか。お行儀が、ああ、よろしい、よし、ナイス。お行儀よかった。しかも、いいよ、そこの、まあ、なんか、そういうこと、ああ、そんな意味は。ああ、すげえ、課長。あ、ここ、ちゃんとビート隠してくれてる。ナイス、ナイス、ああ、すげえ、すげえ。うめえ、うめえ、値千金だ。ありがとう。結構この辺からケルケゴールの構造に合ってるのか。ここは大丈夫でしょう。まあこれ危なかったら貫通変化が生きる。いいね、いいね、加速。神神神。いや、2段階貯めたかったな、これ、テーブルゴール。消えちゃうんすよね。いやー、ありがとう。ありがとう。あー、外れた。しかし、こっからもう一回。おぉ、おぉ、いけいけ。そこ抜けてくれた、ありがたい。ラマルハでスタートできる。いやー、無理か。ケルケスタートできるか、これ。自覚してくれ、ラマルファ。見せろ。頼む。だ。出雲スタートねー。まあとりあえず、なんかこの時間が長い。さて、出雲、うん、偉いです。完璧。あの処理って何が正解なんですかね。あそこはまる、ガイド的にはまらなかった気がするんだけどな。まあ一旦。いや、これ結構もしかして危ないか、下倒せないかな、下手したら。すんごい倒しづらいんですけどね。ギリパックがあって、あ、割合ありがとう。美味しい。いや、さすがにいける。うん、大丈夫でしょう。もうてか2段階溜まった。一応と。OK。 まあ勝ち確定でしょう。いや、ケルケ強え。いや、これ、まじ、リムルゲーかなと思ったけど、マジでケルケ強いですね。ちょっとカーンを使ってみたいけど、リムルなしでも全然大丈夫なぐらいケルケ強いと思います。あと、これ、まあ、いいか。しかもこれ SS 回ってなかったからな、ちょっと。あー、ここ連撃と相性悪い。ここなんとかしてほしいな。ここでもさすがにリムル1本入れてですもんね。勝手に僕今リムル入れてただけなんで。あ、いや抜けるな、ちょっとこれ。待って、これ油断できん。これみんなしっかり入っていかないと。てかこれちゃんと斜めで入んないようになってるもんな。
これ上回ってビットももらいに行かない。いや伸びねー。オッケー、入って入ってくる。いやーマジか、まあ待って、ここで負けんのうざいここで負けんの非常にうざいぞ。こういうキャップしたし、めっちゃ、あ倒れた。あ貫通変化しない方が良さそう。でこれビットン当たって、ああ十分十分、これだ。こうすると上が開く。だーいってーって、ビットンから、頼む、いけいけ、決めろ。なんだこれは、ちょっと待っておい、ラムアルファで決めろってのかそりゃないってマジでおい、これここに来てここに来て弱みを引いてしまった、マジかよいやこれ絶対1球じゃなかったそりゃねえぜこれここに来て普通に後ろを刺される、これどうしよう。いやもう行くしかないもんな、多分これ弱投げだけで無理だ。生原も信じろうざーマジもうまずいです、マジで勝てなかったドスランプ入った。いやめっちゃ強いんだけど、結局なんか負けるんだけど、僕が下手くそすぎる。マジで火力はね化け物なんですよね。ただ火ダメで負けてるから、やっぱりそうなるとミリムのあの回復が役立ってるんだろうなとは感じましたね。待ってこれも今怖いんだけど、ミリムケルケゲーかもしんないですね。いや下倒してほしかったそれ。勝てねえ。確かに全然下倒せないんだけどなちょっとなんだこれ、勝ったありがとう、いつもいや、ラスゲめっちゃ難しくないですか、あの雑魚処理と、なんとか、まあこんなん厳選してたらもっと楽ですからね。これレベル解放しかしてないんで、この2人とも。戦型解放なしで、まあしかも紋章もなしで、これは自分強かった。あとちょっと僕の腕が足りなかったですね。いや、でもケルケゴーラはマジで強い、火力。ということで、はい、スキル解放ミッションでした。演出入るかな、あ、入んね。まだあるもしかして。この辺も気になるところです。よかったらコメントの中、皆さんの、まあ、スキルなしといいますか、リムル以外でクリアパーティーしたというか、なんていうんですかね、隠れテストいましたら、教えていただけると幸いです。あと、1000円チャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったら教えていただけると、モチベーション下がりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひ、では、ご視聴ありがとうございました。ケルケなら。